あるよね、500円あってのあ、そうなの、うん、10円余いちゃった。なんか飲み物買うか、ね、あ、ジュースおるよ、ね、終わった方がいいかもね。倍返した、さっきじゃ多分コーヒーがいいと思うよ。さっきも10円もらってもらえたから、どこにいるんだろう。でもいないわ。あ、300円、食べられた。ま、多分またどっかで会うと思うから、その時に、うん、お茶がいいか。あ、ご当茶があるよ。ご当茶あるの。ご当茶ある、限定の。ご当茶。じゃあちょっと、ないですか、うん、お腹ペコペコなんで。ええ、どこぞこれ、これ、うん、待って、あ、そうでしょ。全然ちゃうとこしてた俺。大丈夫、全然ちゃうとこしてた。バカ、いけるか。たかし、お湯入れてます。全然熱そうに見えないけどね。ガソリン入れてます。きたきた、バーッと熱い。相当熱そうだね。いいね。食べる。いや、俺はちょっといらんの、ダイエット中。あの、もう食いすぎたから熱々で。ちょっとね、僕カップラーメン食べるんで待ってくださいね。ちょっと何分発。いや、45分だね。45分、あと30分。じゃああと30分がね、たかし、早いって。いい、もう入れて1分やで。1分も経ってない。片目は硬すぎやって。硬すぎや、もう早いって。こんなん勘弁じゃん、ほぼ。大丈夫、ガチの片面派は、うん、まんまいくか、これ。片面ってよく言うけど、これが本物？本物ですね。そうだろう。あの、食べた食感がバリ、うん、ボリ、バリ、ボリっていうか。でもいい匂いする、カレーの。めちゃくちゃ、うん、半端なくいい匂いします。暑いね、相当ね。おお、いいね。ちょっとこの時間帯の麺、カップ麺はちょっと悪魔的です。この時間帯のカップ麺は悪魔的です、マジで。めっちゃうまそうに食うな。相当暑いんだね。CM ですね。シーン待ってます。日清の捨て間違わからない。見てくださいよ、41歳です。ホクホクのじゃないもん。あ、お湯入れるとね、うん、温まる。寒いからね、今。寒いぞ、めちゃくちゃ寒い。これ230円です。K1 の武蔵じゃないです、似てますけど、横顔やめてください。ちょっと待ってね、そうだね。暑いよ。うん。え、屋上ってマジ行くの？行ける行ける行く？後で。うん。相当ね、涼しい。俺はね、でも寒いかも。電波 OK。めっちゃいいよ。俺は行けたから。カップ麺配信いいじゃん。最高だよ。家で食べてんじゃ分かるよ。上の上です、僕。うん、あ、上持っていく？大丈夫？ここで食っちゃうか。これカップ麺早食い対決なの。カップ麺早食い。できんじゃん。あ、ゆけつくん来た。いや、なんか電波がめちゃくちゃ悪いですよね。あれ、外出た方がいい、一回。あ、本当ですか？うん。俺も後で外出るけど。
ワンちゃんのソフトバンクやったら、5% 入ってる。いや、ずっとはできないと思うけど。切れるかな。うん。切れるかやで。8時間だしね。もう何もないと思う。海だけみたいな。美味しいですか？めちゃくちゃうまい。あの、日清さん、CM 待ってます。日清で。日清のカップヌードル。今ね、カップヌードルプレゼントキャンペーンやってるんで。皆さんよろしくお願いします。カレーヌードルで。いや、12以上いますよね。武蔵野の奥村隆がやります、日清を。芯まで温まるカップヌードルの芯もお願いします。ここにいっぱいだます。忙しいんで僕ら、売れっ子なんでね、タレントとして。いいですね、いいですね。いろいろあります、もう全部飲みます。たかしは全部飲みます。体、残します。たかし、すいません、あのラムシュとこれどこに捨てるんだこれ。あとあそこか。大豆。捨てる場所はあそこだね、多分。そこに捨てればいいと思う。あ、これじゃない？ここっぽいけど、なんか。お前これや。うん。ここに捨てて。にしんさん、あの残してるわけじゃないんですけど、体にちょっと悪いんで。屋上行く？どこ行く？屋上こっから行けるよ。あーあ。よ。船内はね、あんま大きい声出せないから。ようやくでかい声で喋れるよ。ここですね。ここで上がっていくだけです。たかし、財布忘れてないかだって。あります、たかし。そこまでバカじゃありません。これ、落としマジで。ええ、これ、2回回って。お、さっきまで行けてたもんね、これ。リスナーさんなど行けなくなりました。いつやろ。ここまでです。ここまで。ええ、時間オーバーです。もう何も見えないよ。これ落としたらやばいしね。落としたらかんでバル。うん。やばい、お前ドキドキしてる。しゃれないよこれ。落としたらもう俺何しに来たのって話だから。綺麗でしょこれ。綺麗、みんな。福岡で。こっからそのまっすぐ行くんやで。あ、朝行きたかったね。なんか明るかった。ないってな。そう、見えてたんだけど。もう時間です。ええ。22分です。え？鳥です。見える？鳥おる。低空で。白鳥です。事件の感想。あ、事件の感想。あるね、ワンちゃん。池津くんが地元なんでね。みんな移動して、ご当地リストね。そうそう。やりな。ツイキャスやりな、ツイキャス。ツイキャスで。このままやっていこう。ツイキャスとフワッチで。同時配信ならいいよ。養分はまだ当たってるの？まだ当たってますね。嘘でしょ？熱くなってんね、養分。まだ当たってます。養分熱くなるとね、ガッて入れるから。ちなみに100円入れなんですけど、1000円入れてます養分。1000円投資です。投資枠ですね。だからトータル実質1万円入れてます。これさ、ここにおったら出発するの？ふわーふわーみたいな。ああ、言うんじゃない？ここはタバコ吸っていいんじゃない？ここはダメなの？ダメなんかな？あ、いいんちゃう？ここ OK なの？いや、ちょっと聞かないと分かんないね。タバコを吸う場所もあるもんね。あの人に聞く？いなくなった。あ、いいエロ吸ってるな。あ、吸ってる？うん。喫煙所ここいいのかな？あ、そう、部屋紹介もしようか、部屋も。部屋紹介行く。あとね、皆さん、僕たちのね、ある部屋。あの、ファミリータイプの部屋です。ただね、輸血袋くんが鍵持ってるんだよ。いや、安心してください。そう。あ、持ってる、たかし持ってます。
さすがやね。やめね。ええ。キーパーズです。キーパーズ。めちゃくちゃいい部屋です。ちなみに4人で29,800円です。あ、まだハマってる？出てますね。2000円のキャップゲットしそうです。ここですね。ちゃんと鍵もあります。いらっしゃい。ここは29,800円の部屋です。広いっしょ。広いっすか。うん。でも4人ね、寝れるね。ちゃんとここで。29,800円。収納ケースまで。ええ、たくさんあります。収納ケース。あれこれ。救命ボードとか。マジで。こういうのもあります。ちゃんとやってます。ライフジャケット。あ、いいね。これでもね、切れるか心配だよね。これさ、袋に入れてあかんじゃん、これ。ちゃんと書いてるわ。大人用と子供用で。あ、ちびっこ用だな。うん、絶対俺切れないよね、これ。がっちりするもん。これはちびっこ用な。うん。で、これ膨れ上がるんでしょ、これ。シューって。俺、これ膨れ上がったら、ほら、圧迫死するよ。そう。これ着ていいの？今？今ダメなんじゃない？ダメなの。さすがに。あ、でもあるわ。これ、これでいいんじゃない？いいんかな、それ、まあ、切るだけならいいのか。どうやって切るの？あ、いいんじゃない。でもこれ、切り方もわかんないよね。そう、アフレークのこれ、うん、あ、いいんじゃ、あ、そうだ、そうだ、こうか、うん、こうか。で、これで落ちても浮かみます、ぷかぷか。ペーって当てる？当て、で、ここ多分引っ張るんだろうね。で、膨れ上がるみたいな、ポンと。あってる、お前、うん、これ意味あるの？これ後ろにあるね、なんかね。ちゃんとガッチリつけて飛び込みましょうみたいな。あ、これでガチャンと縛って。これこう見えてもね、もともとライフセーバーやったから、うん、マジで？マジですよ。あのプールとかによく立ってる。え、本当に？ガチガチガチ。でもやり方分かってないじゃん。あ、適当適当です、これ俺切れるかな、じゃあ逆に。あ、逆に俺やばいように切れなかったら、俺はるちゃんサイズちょ、いいですか。だって一辺151キロ。151、いけんのそれ。ちょっと、しまる。なんと行きました。行きます。うわぁ、いけるわ、溺れても大丈夫ですね。こうなりますね、多分。ポコポコ、うん、溺れても大丈夫これ、後ろも後ろも、太鼓ね、太鼓太鼓舐めんなよって。かっこいいっしょ。かっこいいよ、俺、うん。これでちゃんとライフジャケットも使えるってことです。 OK ですか、勉強だった、みんな、うん、飛び込みたいのは山々なんですけど、さすがにね。さすがにね、配信上なんでね、飛び込みは、そこまで気違いじゃないんで、ちゃんと戻すんだね、袋の中に。ちょっと待って、今まで全部鍵開いたけどこれだけあかんわ。何これ、何これ、開かないやつ、分からん、何だこれ、なんでこれだけどっかっての、え、完全怪しくない、普通これ…ん、なんでこれだけ開かんの、かかってるの鍵、呪われてんじゃないこれ。かかってるね。なんで開かない、これ、開かないわ。どうやって開けるのこれ、開け、下に下げるんじゃないのこれ、そのまま下がらんか。え、こうね、見える、さすが丸ちゃん、たかし無線できたね、びっくりした、たかし、何もこういうことが、あ、布団ね、布団かこれ、うん、布団引くか、
あ、低くない？はい、今やし、やることないし布団配信するっすかね。これ硬いからの下かな、うん、相撲部屋敷いてあげるか。シーツもあるからね。シーツもつく電波入るし、どこでも起きるやん、これ。布団引くっすか。1個だけ引くか、じゃあ。ちょっと待ってな。あ、いいね。あ、俺ね、施設の時にこういうことやってたわ。何？布団を敷く係。嘘や。先輩に敷いてたもん。やっとけってやるぜ。お前布団敷いとけよって。あの、布団畳むとかちゃんとしないとね、怒られちゃう。マジで。こう、服つけるわ。あ、ありがとう。引きます、ちょっと。ういっす。あ、いいね。どうすか。ちょっと貸し積みやってみて。俺ベッドメイキングやってたから仕事で。マジで。うん。せやろ。ただやり方忘れちゃった。これどうだったかな。ピンボケしろ。ちょっと待ってな。忘れちゃったよ。いける。こんな感じで。えい。おい。えい、はい、ラストラストストーン。いいね、これ結構モフモフしてる。店員さん、緊急事態っす。布団が3つしかありません。あります、1個。あ、向かる、向かる、向かる。パルはいらないやろ。いや、入れるって俺。でもね、俺正直収まりきれない。どうする、どうする。これさ、筆出るときも引きっぱでいいの。いいんじゃない、引きっぱでいいの、これ。トンは金払ってんだからやってくれるし。それは片付けもやんのかな。これで4人分ですね、4部屋ファミリータイプ。テレビもありますんでね。そう、ビーテレビもあるんでね。ビーテレビ。これあの、よいしょ。これさよ。あ、これこれこれか。業務来たりくすよ。ええ、うん。よくやってくれたって褒めてくれるよ。荷物、あ、荷物を全部棚に入れる、そういうことな。ここに入れる。ああ、なるほどね。こういうことだ。こういうことでしょ。クソ狭い。でこれ29,800円、4人で安いよ。1人8000円ぐらい。ちょっとしたアパホテル。しかも船乗れるから8時間。そうですよ。もっとリーズナブルっすよ。スイートもあったんですけど、そこはちょっと無理だったんで。これやな。あ、もう丸は毛布もある。枕もある。いっぱいあるね、全部。うん。あ、低反発の。事件です。嘘でしょ。事件です。ちょっとやめてよ。何、何なの。これマージャンテーブルチャイナ。パル、嘘でしょ。マージャンテーブルチャイナ。これこれ何のホテルテーブルなの。これ何これ。意味あるの。これ完璧ですね。これ、あ、これ滑り止めは。滑り止め。船からあのギッチしたことやるんか。うん。じゃあ例えばこう置いてガーッてくれるんか。うん。止まる、ここで。あ、ここを褒めてるのね。そうそうそう。びっくりした。滑り止め。これまあただのテーブルです。ただのテーブル。ええー。特に意味はないんですけど。特にないです。トランプ持ってくれよかったね、じゃあ逆に。やっちゃう。トランプ。え？トランプ。トランプやっちゃう。かけトランプはやりませんよ。あの、勘違いしないでくださいね。変なトランプじゃなくて、ええ、健全なトランプね。はい、健全ブラックジャックとか。 あ、嘘でしょ。天然さん、何ぶっ壊した。ぶっ壊してるよ、これ。うん、どうなってんだ。倒れますよ、ちゃんと。 OK。 え、これどうなってんの。嘘でしょ、つかかったんかな。
あ、オッケーオッケー、危ない危ない、どうも、あ、怖いな。通常たかしです。あと1分だね、出航まで。出航は10分、ちゃんと外出るから待っててね、みんな。伝説の出航配信しますよ。ええー、その前に布団敷くんで、布団敷くんでね、出航で電波もなくなるんで、8時間お別れです。ありがとうね、みんな、今まで。下手したらこれ、みんなパンパンになってるから発情するじゃん。マルチ大丈夫大丈夫かな、これみんなパンパンだからね。パンパンですよ、ほんと。間違いあるからね。鍵はどこ行ったっけな。でしょ、あ、持って持ってる。自分の鍵じゃないよ。あれ、これ鍵開けたっけ、俺が。いや、俺が開けたんです。なんと鍵がなくなりました。行方不明です。鍵俺か。鍵は多分てんちゃんが持ってたから、うん、ない。鍵ないね。ここにあるんだよ、事件です。鍵がありません。事件です。布団敷いたから布団の下にありそうだけど、あれ俺か。鍵がありません。あ、もう行きますよ、合図です。刺したまま、刺しっぱ、うん、よくやるわそれ。刺しっぱ、いや、刺しっぱじゃない。一回畳むか、布団出てくれよ。あ、ないわ。外出るあれじゃん。外出るか。出航する。でも鍵がないからさ。開けたらやばいですよ。いや、怖くない。じゃあさすがにやばいっしょ。で、俺開けばだけ。でも入らないのかな。まあ、そんな悪いやついないと思うけど。そんなあれ取らんやもんな。うん、あれマジ鍵がね。俺か、よいしょ。俺じゃねえで、俺かやっぱ。鍵は多分天然さんが持ってた。 ありました、カバンに。カバンに、カバンにありました。たかし、すぐ自分のものにするから悪い癖やで。ありました、ありました、ありました。出航見に行くか、まあ、中途半端な布団の畳だけど。さよならね、リサさん。ほんとありがとう、今まで。これでワンチャン遭難することもあるから。鍵、鍵、バカバカ、鍵持ったけ、待っていたら言いないでしょ、たけし。天然さん、もう動くからね。あ、エンジンかかってんね。おー、エンジンいってるね。ちょっとずれがある。耳大丈夫、みんな。どういう生き方するんだろうね。こっちから出れないんかな。すごいエンジン音が。救命ボートもあります。でもさ、この救命ボートさ、真っ先の俺絶対弾かれるよね、うん、絶対俺邪魔じゃん。俺1台しかないけど。船で8時間やろ、うん、マジマジで。いや、何もやることないよ。天候悪かったらやばいで。そうだよ、で、俺真っ先に多分弾かれるもん。デブちょっと乗らないでください。デブは弾かれるんでね。だから俺真っ先に殺されるんだよ、船内で。あのさ、このあっちの真っ直ぐ行ったことないよね、先頭の。なんか先頭行く、うん、先頭ありそうだよね、なんかゴムボートあんのかな。先頭まっすぐだね、多分ひたすらまっすぐ行けば先端には行くんじゃない。
あと5分で出航っす。養分はスロットやってっす。あ、もう閉まってるんですよ。あ、そうなんですか。後ろだけか。すいません。後ろからちょっとタイタニックごっこして、俺エリザベスでいいじゃん。あ、エリザベスだっけ、タイタニックの女優さん。タイタニックごっこする？どれ？一緒で。うん、本当だ。ここまでです。ちょっと入れるんじゃんこれ。いや、これあかんのちゃう？どうなんだろう。空いてるは空いてるけど、いや、ここはなんか危なそうじゃん。いや、ほんまに危なかったら絶対サクするもん。いいのかな、ちょっと怖いな。なんか空いてるもんね、あそこ。絶対入っちゃいけないでしょこれ。 あ、ダメか。じゃあここまでにしと、タイタニックできません。ちょっとあと4分っす。ありがとう天然さん、ありがとうございました皆さん、うん、皆さんもね。8時間切れます、電波が。で、言ってさ、これ電波切れなどうする？ひたすら、ま、ちょっとそれはしんどいな。あの、完成しよう。ええ、頼むからもうちょっと行って。日本列島からね、しばらく本州から離れます、ね、みんなありがとうね。お世話になりました。最後にナイス酒お願いします。あ、ナイス、大丈夫です。ナイス酒大丈夫です、全然いつか、今日でお別れかもしれへん。あの、遭難してね、あの、船が行方不明になったっていうのは全然あるから。この前、最近ほら、去年船がちょっと沈没して、あったね。それで全然あるから。ちょっと結構長いから やらすなよお前。そう、あかんで、バンになっちゃう俺。ダブルバン。ごめんなさい、あの、マスクしてるんで。ええ、大丈夫です大丈夫です。あと2分だね。どっから見た方がいいかなこれ。ああ、いいね、動くよ。落とさないでよ、絶対。大丈夫です、うん、大丈夫です。落とさないで、みんな。上の方がいいって。上、上の方がエンジン音すごいわ。エンジン音究極今気にするぞこれ。あ、あと1分で動くよ。さよなら福岡。ゴックさん、しきちゃん、ありがとう。捕まんないでね。あと1分ポーって言うんかな。あの、思い残すことない？いや、ある、ある。あの、ロビン、ロビン、配信見てる？ロビンちゃん、家帰りたい。ロビンお願いだ、家帰らせてロビン。今なら間に合うから降りるの。ロビンちゃん、ダメですか？あかんか。あ、ピッて言った。あ、ヨーブンか、ヨーブンからです。トンチキー出るよ、出るよ、出るよ、出るよ。来た来た来た。
出港です。後戻りできません。お酒12時までらしいですけど。あ、そうなの。お酒いらないです。お酒俺大丈夫。12時まで。酒は養分が欲しいかもしんない。うん、多分だけど養分に聞いた方がいいかも。動いてます、動いてます。あ、ちょっと絵になるね、天然さん。めっちゃ絵になってる。あの福岡隆さんじゃないですからね。奥花隆です。やめてください、間違ってるんで。もう動いてます。ありがとう福岡。誰もいません。せっかくやし、ロビンちゃん、ええんか、ほんまにいいの、ミュージカルに使わせてくれ。いいの、ロビンちゃん出るよ、もう出航するよ。もう出航してるから。もう出航してるから、もう戻れない。知らない、あかんで。日本列島、バイ五島列島、レッツゴー、レッツゴー。もうダメですよ。もう電波ない。嘘でしょ。大丈夫？俺は今ビンビンだけど。でバレやね。じゃあもう動いてるからずっと映しとくかこれ。あ、すごいすごい。ちゃんと動いてます。こっから8時間。ソフバン最強だね。全然ビンビン。ソフバン強いな。山には弱い、海には強いかもね。余分ね、スロットってます。だ、出航したことも気づいてないかもしれない。え、もう出航したのみたいな。あ、早い早い、でもスピードが。どこまで、もうあそこから暗くなるね。今はまだ明るいけど。そうそう、早い早い、めっちゃ早い。もう港があんな離れたもん。早くない？もうあんな離れたよ港が。早いな。あのボートのね、ポートの後ろにいたからね。あ、でっか船。こんなん激怒したら終わるで。すげえ戦艦じゃん、ヤマト。ヤマト、ヤマトあるで。これね、この船に激怒したらね、僕ら沈没ですね、間違いない。自爆しに行くか。これ貨物なんかな。あ、花火ありがとう。あ、どんつくラスカイ、ラスカイ。あ、ちょっと出たからさ、寒くなってきたね。うん、早い。しかもそれで2回目、青森と北海道以来、あれ以来。ただ8時間は長くて乗ったことない。生きて帰ってこれる。うん、生きて帰れるかな。あ、ボートだわ、あれ。あれだわ、今動いたやつ。8時9時だね、朝の。ドンツク、ドンツク、ありがとう。また明日ね。ありがとうね。あ、かわいい子、ありがとう。だいぶもう見えないね。ガチで真っ暗だね。ただあの祖父版まだ生きてます。逆にあの検証したら祖父版はどこで電波切れへんか。天然さんのは何なの。どこもどこも。どこもどう、電波まだある。どこも日本っすよ。本当だ。あれ、日本になった。まだソフトバン生きてます。うん、ソフトバンレッサーさん。船でもソフトバンは電波最強だよって。あ、一本下がった。下がった？やばい。ライフポイント一個下がりました。これ配信もして終わりっすよ。海賊王になるぞ俺ら。配信落ちないでやってね。電波悪くなったらごめんね。うん、あ、
あのひょっとしたらね、ナイスボタンガーッと押しまくってたらね、あははは、いや、いい、ありがとう、うん、でも飛べへんかもしれん、ナイスボタン、頑張れ、あ、もう頑張れって、なんか復帰しました、一本から死んで、でもだいぶ結構出てるけど、うん、広がってるね、世界が福岡の。でだいぶ離れましたね、もうあんな遠く、早い、台風の日と結構するんかな、いや、するんじゃない、さすがに。水田さん、これね、配信がね、マジで事件のとこせんね、ほんまに天候が悪化して、で、向こうの方で大雨とか、あの風邪吹いたら、マジでやばい、やばいことやって、俺たち行きたいかもしれない。あ、そうっす。あ、船内で殺人事件もあるかもしれないんで、もう何が起こるか分かんないんで、よく酔っ払って、そう、やっちゃうかもしれないんで、この野郎で。いや、いけるね、めっちゃまだビンビン、落ち着いて、これワンチャン電波ずっと続くんじゃない、音惚れてまで、まあ、乾燥してるやけで、しっかり乾燥してるやけで、もうこれずっとこうやって垂れ流しとくか、電波が切れるな、もうやばい、どこも来んないもん、お、マジだ、カロジー見れるみたいな、日本だもん、どこも、うん、ソフバン、あの、海に強いです、山とか上がんねんな、だいぶ離れたよ、何キロぐらい出るの、結構出てる、結構あるね、これどれぐらい、体感で、体感で、60キロ出んじゃん、60キロぐらい出てる、でも暗くなってきたね、え、あれ棒、あれ過ぎたら多分あかんやつじゃん、いやちょっと寂しいね、何やねん、元俺と平津はね、いや、ほんとだよ、でもいい経験できるから逆にありがとう、天さん、ハゲてる、天さん、やばい、ハゲてるって、天さん、ハゲてる、ハゲてる、帽子外したら、ね、M 字だって、あれ、ハゲてたっけ、そう、うん、だいぶ行ってるよ、行ってるよ、うん、気のせいか、気のせい、気のせい、うん、大丈夫、まだ電波は、あのね、1本下がりました、1本下がりね、多分ね、2本、3本あたりは落ちると思う、使ってて、池袋くんダメだったのよ、だ Wi-Fi 自体もダメだと思う、何も使えない、俺の鼻息じゃないって、じゃあたまにこういう放送も落ちていいよね、うん、早くなってるスピードが、だいぶ早いよ、寒い、俺でも寒いって感じる、テネさんはもう完全防備です、ソフトバンクまだビンビンです、押してくれ、俺もう終わっていいんだよ、放送はマジビンビン、ね、ビンビン、ほんまや、
ございました。部屋入ります。ナイス部屋入ります。ナイスもうナイスの奪いになっちゃうから、ケネさん優しいからね、全力でやってくれるから。まだ電波いけるな、これすごいね。明かりがないところからね。こっち痛い？皆さん、なんと電波復活しました。タクシーいなくなった。どこ行った？リオーブ内に行くか。あのね、中はね、寝てるんだよ、みんな。あんまね、だから、夜分どれぐらい出てるの？あ、もう最高のあれ出しましたよ。今もう、そうでしょ？3枚出しましたよ。もう最高得点てもらえるよ。え、まだ当たってるの？ちなみに夜分あと100ゲームあるよ。これそうでしょ、エンディングまでやったらね、さっき追加で200なんです。これで2000円のキャップもらえるってこと？もうすごいね。最高賞にもらえるから今あの新鬼武者で出してます。万枚まで万枚出すから、ね。もう出航してるよ、ちなみに。え、もう動いてるから。ほんと、見に行かないと。ちょっと今、こっちの方大事、ガチャが大事なんで。あの、養分見たい人はね、ツイキャスでやってるんで。電波ね、まだビンビンっすね。戻るか。いるかな、天然さん。あれどこだっけなよ。これか。なんとです、たかしね、鍵を閉めたと思ったら鍵開けっぱで行ってます。危ねえよ、マジで。かかってません、たかし。よいしょ。あ、でもね、みんなありがとうね。とりあえず電波悪くなると思うから、その時にさ、よろしくね。あの、いなくなっちゃうんで。そう、こんな感じっす。泥棒、まあでもみんな財布と携帯持ってってないわ。誰の携帯これ？うん、これ天然さんの携帯だわ、多分。
危ないって。あのさ、ソフトバンマジ海強いわ。さっきちょっと電波落ちたんだけど 4G マックスになってる。終わっていいですか、ちょっと寝てないんでね。眠っていいです。ソフトバン強い、めちゃくちゃビンビンっす。今も大丈夫。まあじゃあ切れるまでやるか。これ多分8時間ずっと放送できそうな気がするけど、だ大丈夫なんだもん、ソフトバン。充電しよう。船はね、8時間ちょっとだね。ツイキャスもできてるの、ちなみに。輸血袋くんのやつは。そう、まあいけるとこまでやるよ、じゃあ。まあ12時です。ちょっとどうしよう。まあいっか。お風呂あるよ、シャワーあって。でもね、放送切れるじゃん、電波悪くなるじゃん。シャワーとゲームセンターと、もうほんと食べることしかないわ。うん、今のところね。切れたら寂しい。ありがとう。布団の続きやるか、じゃあ。布団麻雀ないと思うよ。置いてない、麻雀は。一室、7500円一人。7500円だね。で、多分天然さんお風呂行った。これ、布団ちょっと敷いたら、ちょっと見に行くか。また外に。どんな感じか。レオレオさん、ありがとうございます。すいません、今福江に目指してる。いや、多分みんな寝ると思うよ。寝ることしかないからね。感じだね。じゃあちょっと外出るか。一回。あんまね、揺れてるって感じしない。全然。ちょっと待って、電池がない。誰かの充電借りよう。ちょっとわかんないけど。養分借りるか。いや、だいぶしけてるでしょ、これ。あかんか、これ。あべ。汚く見えるけど、ね？こんなもんよ。しけてるでしょ。
ッケー、ファブリーズもかけとくよ。じゃあ完璧です。外出るわ。でも鍵がないんだよ。出ていいのかなこれ。天然さんの携帯俺が持っとくか。じゃあな、いい？持ってて。天然さんリスナーさん、これが貴重品。いい？危ないから。多分みんなあと携帯で財布は持ってってるから。エアコンもついてるから、ちなみに消えます。あ、揺れてる。ちょっとこれ、たかしね、多分ね、シャワー行ったと思う。シャワーっつったら、あ、マジでっつって言ったからね。お風呂入りに行ったと思うよ。花火ありがとうございます。チキすいません。おー、もうだいぶいな、もう見えないだ、あのポートタワー。だいぶ出たわ外。もうほぼ海だね。あ、スロットにいる？ただあのソフトバンクビンビンなんですよ。船いるわ、一台。なんか島らしき、なんかね、形があるね、ちょっと。偏ってないです、大丈夫っす。揺れてるちゃんと。もうこれ多分ね、もう俺今ね、ソフバンが電波今死にかけてる、うん、もう多分死ぬと思う、この電波で。いや仕方ないね、これ落ちたら。ずっとやっておきたいけどね。嘘、いや本当に一本下がってる今。あれスロット配信できないんだよ、著作権侵害 で今輸血袋くんの枠でスロット打ってるから、みんな養分と天然さんと輸血くんで。養分がもうなんかもう3000枚ぐらい出してる、100円のやつだけど。これもこれ終わったらちょっとシャワー浴びに行くわ。東京から来た。言ってない。あ、また戻ったわ。ビンビンです。すいません、ビンビンになりました。電波良好です。でもね、大阪から指定席で 15,400 円で行けるのね、福岡、博多まで。で、これで7500円だから、大阪の人ね、23,000円で行けます、五島列島。まあ、そこからちょっとホテルはね、入れたら、まあ、5万ぐらい、節約すれば、何やかんや行けます。リーズナブル、めちゃくちゃ安いよ。ファイザンがディスってるぞ。ちょっとわかんない、ファイザンがパタパタしてる？来た？パタパタしてるか？落ちてくれ！落ちろ！くるくる来た？来てるねー。
落ちろ。大丈夫？あかんねえ。まあでも船着いて多分同分か天然魚行けつき袋くんの枠でやるから、俺は昼の12時やらせてもらえるから そっからやります。みんなありがとうね。カクカクしたした。嘘だろ。でもソフバンめっちゃいいけどね。ビンビンだけど、あかんかな。音声は生きている？直っちゃダメでしょ。釣りできるんだってこれ。釣りできんのこれ。あ、釣り竿ボックスね。そういうことか。釣り竿入れていいですよってやつか。ああ、あーちゃんありがとう。動き出したな、これ。おい、これどうなんだ、落ちるんかい。あかんかな、どう。治ってる？いつ落ちんの、これ。落ちてんのこれ。おい、勘弁してくれよ。わかんない、落ちてるか。明かりがあれだけだね。あとは真っ暗、見えません、どこにいるか。おい、復活してんのか。え、輸血袋くんは落ちてるの、ちなみに。袋くんは電波、ツイキャスどうなの。落ちてない。あのね、よくわかんないわ。ビンビンなんだよ、ま、全然ソフトバンク。殺してくれ俺を。ねえ、ぶち殺してほしい。あー、もう分かんない。電波がいいのか悪いのか。
配信もできねえよこれ。電波悪すぎて。そこが強いね。電波は大丈夫ですか？呼ぶいない。一回部屋戻ってるかもね。それが風呂行ってるか。養分と天然どこ行ったんだろう。タバコ吸ってると思うんだけど、いないんだよね。で、吸う場所って外しかないんだよ。で、いないんだよ。あれ？もう行く当てないからね。スロットいないでしょ。俺ね、急に鍵が閉まってるじゃん。天然さんの養分がさ、やってんじゃないのこれ。パンパンだからさ。まだ当たってるんですか？まだ当たってる。まだ電波いいです。俺もよ、感想、エンディングさせ、行くからね。エンディングまで。815ゲーム。エンディングまで行っちゃうから。これ何枚出してるのちなみに？今、1500枚ぐらい。やば。1000円に出したんでしょ？今、パルさん8枚出した。8枚。8枚出したんです。8枚。だからあと2枚出せば帽子2個っす。あ、商品見せます皆さんに。なんとですね、商品があるんですよ。あの券がね、5枚あると2000円の帽子がもらえます。3枚だと T シャツ、2枚だとタオル、下にこうやって揃ってます、フィギュアが。
俺が欲しいのはこれですね。船長さん、機長さんみたいな、あの機長じゃないよ、飛行機のこんなのがあります。大丈夫ですか？大丈夫？電波。嘘です、外出たら復帰した。さっき 4G が一気に下がったんだよ。ぶっちゃけあの 4G の1個になったの。そっから外出た瞬間にバリオンになった。おいソフバン、ここで頑張るなよ。どんだけ強いんだよソフバン。これ8時間放送しなきゃいけないじゃん。これこんな感じですね。で、なんか島みたいなのがある。あ、めっちゃ海の匂いする。みんな、いや、すっげー海の匂い。なんかあの漁港の匂いがする。わかる？港とか行った時に魚ほらいらっしゃいとかやってるとこあるじゃん。めっちゃその匂いがする今、海で。俺ね、泳げるんですよ、50m。実は中学校の頃だから泳げないわけではないっす。海の幸、そう、幸の匂い、潮の匂い。ちっちゃな明かりぐらい。マジで何も見えないわ。